砂漠の日射病によりホフマンが死亡してしまった。これによりこの砂漠は3人で越えなければならない。マーニャとミネアとミカミックス。ホフマンはもうあの馬車の中に棺桶を突っ込んでありますんで、本当に3人でこの砂漠を越えましょう。デザートゴースト、攻撃で大丈夫でしょ。 OK、まあ、ホフマンレベル上がんないから馬車の中に引っ込めとくだけでもよかったね。まあでも暑さにやられてね、死んでしまったからしょうがない。ゲッ、行き止まりだし。トサカヘビ、ギラー行けるかな。もう作戦はガンガン行くわようだ女性だから聞かねえ。よし、早い。呪文は早いね。一掃するのに役立つ。容赦はしない。そう、前にベギラも覚えたんだよね。そういえば初めて使ったけど強い。町を発見。砂漠とか余裕だったな。ここもギラを唱えていこう。3人ベギラマック、強え。ここは何の町？温泉町アネイル。長旅で疲れた体を温泉で休めていってください。あ、こいつなんか案内してくれるやつだったな。いらん。ところでこの宿屋は良くないからやめておいた方がいいよ。完全に営業妨害だな。青銅の鎧、いやもう鉄の鎧装備してるからね。鉄の盾も装備してる。ここのものはいらないな。武器屋、ホーリーランスまでか。いらない。ここ入れるね。ダメですよ、入ってきちゃった。とりあえず店の金をパクろう。調べられるのはないか。ん、上に出てきたけど何もない。これかけられてるのって、あれ、今のはタンスではないか。普通の木箱か。教会にあい、ん、置いてある鎧もう見た。すごいよねあれ。王戦士リバスト、輝く鎧をまとう者、魔物と戦い戦士リバスト。どうもうまくいきません。なんか怒ってる。力の種、よし、もらっておこう。ここは、お、小さなメダルだ。これ1枚目？持ち物には入りません。へえ、勝手にやってくれんだ。 おっちゃんが入ってんな。ああ、生き返るようです。じゃあこの温泉は息子が連れてきてくれた。親孝行な息子を持って幸せもんだ。ここからずっと南に行けば港町コナンベリー。よその大陸に行くつもりならあそこから船に乗ること。覗いてる兵士がいたな。案内してもらってリバストの鎧を見せてもらった。どうも普通の鎧のようだ。いつの間にかすり替えられてしまったんだろうか。あ、偽物？それとももともと大した鎧じゃない。教会はこっちか。戦士リバストは偉大な人でした。何年も前この町が魔物たちに襲われた時、彼は町を守るために戦い、そして最後の魔物と相打ちして死にました。この町が今こうしてあるのもリバスト様のおかげなのです。いけねえし後ろに。まあ例によってあれか、夜になったら行ってみますか。だいたい昼の町は見たかな。ちょっと宿屋、川の盾ってかいねえじゃんお店の人。あ、こっちか。あのおっちゃんが多分店の人なんだな。こんな真っ昼間から酒場に来るなんてお客さんも好きですね。好きで来たわけじゃないんだけどな。たまには親孝行でもするっぺ。親父様と二人でこの町に来ただよ。ここの温泉に入るとお肌が綺麗になるそうね。でもこれ以上綺麗になったらどうしましょう。いや、どれだけ綺麗になっても困らないでしょう。じゃあちょっと夜にしますか。
一応夜の街もね、温泉街というだけあって興味ある。昼間はね、変なジジイが入ってたけど、夜は女性が入ってる可能性がかなり高い。そのために俺は目玉お前を殺す、レイギラマ。なんか防御してると魔法も軽減されるっぽいね。大目玉のダメージが通りづらかった、ベギラマ。よし、夜になった。早いな。こいつは変わらない、一日中ああ言ってんのか。まずは温泉に直行だ。誰も入ってねえ。ふざけんなよ。何のために夜にしたと思ってんだよ。あなたも一緒に入る、女同士ですもんね。やったぜ、女主人公にした甲斐があった。あら、あなた意外と胸が小さいのね。何、そうなのか。主人公の胸はあんまり大きくないのか。マーニャとかはね、結構いいボディしてそうだけどね。並び替えをしてみよう。マーニャでどうだ。このナイスバディに勝てるわけがないだろう。何、誰でも一緒か。じゃあ元に戻そう。で、教会に行きたかった。あ、なんかちょっとこっちにいる。私は戦士リバスト。私の鎧は天空の鎧と呼ばれていた。しかし何者かが我が鎧を盗み、いずこかへ持ち去ったのだ。旅の者よ、どうか我が失われし鎧を見つけ出してほしい。消えた。天空の鎧ってさ、でも天空シリーズだから勇者にしか装備できないんじゃないの。ここからずっと、いや一緒だし、昼にいたやつと一緒じゃねえかよ。こいつも一緒。これか。キラキラと輝く派手な鎧が飾られている。うん。魔法の杖を求めて第一章。え、続きものこれ。マドルエ、レイクナバ出身の魔法使い。とはいえ今はヨルベなき故郷を捨てサントハイム王家に仕えている。え、サントハイム王命令で魔法の杖を探し求め旅をする私の個人的な記録である。え、どういうこと。まあ、偽物でもいいからこの鎧ちょっと使わせてもらった方がいいんじゃないか。で、あとはそうだね、あれ、ここ行ったっけ。あ、これあれか、角度が違うからなんか違うところに見えただけか。以前この町に立ち寄ったトルネコって男はえらく羽振りが良かったよ。え、そんなに金持ってたっけあいつ。だいぶ道具に換金したと思ったんだけどな。換金っていうか金から道具に変えたから換金ではないか。まあいい、もうこの町には用はない。女性の入ってない温泉なんてただのお湯だ。町と町の間ちっけえな。これはちょっとなんかイオでやってほしいな。遅いなマーニャ。ハエ男効かないのか。ゲ、魔法トーン。しかも封じ込められてるし。星降る腕輪あたりをなんか装備させたい気もするけど、カジノでね1万枚って相当きついんだよな。堂々踊りギラ。バギーはちょっとムラっ気があるからね。ベギラマ強い。まあ、夜だけど入るか。まずは先に夜の街から探索をする。ん、なんだこいつら、怪しい。何ですかあなたは。私は彼女に神の教えを説いていただけですぞ。あ、入っちゃった。愛があれば年の差なんてなどと、そんなこと本当に神様がおっしゃるのかしら。いや、神はそう言うはずだ。あ、小さなメダルがちょいちょい出始めてきたね。はるかブランカの北の山奥で魔物たちに滅ぼされた村が最近見つかった。海の向こうのサントハイム、お城の人々が忽然と消えてしまった。もしかしてこれは地獄の帝王が蘇るという噂と関係があるのかのう。
だからハゲるんですよってなるほど、考えすぎも良くないな。一応神父さんのところに来たからセーブだけはしとくか。お金は3000円あるね。何？なんだこいつは。盗みを働いているのか。すいません、つい出来心で。でも盗もうとしただけでまだ盗んでいません。見逃してください。ダメだダメ。なんだこいつ。俺にいいことを教えておきましょうみたいな。小さなメダルの話か。知ってるよ。少し前まで東の大灯台は聖なる炎を灯していた。だが今あの灯台が灯すのは船を沈める邪悪な炎。こいつこんなところに寝てたら落ちるぞ。ああ私の船がグーグーやられたんだな。このドックは夜は閉められてしまう。中を見たければ明日出直してきな。寝るかじゃあ。ちょっと待って、左に入れるよねこれ。ちょっと角度を変えないと見づらいな。東の灯台が魔物たちに襲われたのはつい先日。それ以来灯台は邪悪な光で海を照らし始めた。旅人の服、第2章がある。なぜそんなことをしているかというと、これがもう王の道楽だからである。我が故郷の西の町に行くことになった。何魔法の杖って。魔法の杖なんてなんかそこら辺にいっぱいありそうだけどね。まず樽を壊す。せっかく地図を買いに来たのに品切れ。そこの地図屋の話だと地図はミントスから仕入れている。地図なんです。どこにも売ってそうだけどな。聞いてくれよ。俺も金を貯めていつか自分の船を持ちて。ああ、金があるとついつい飲んじゃう。わかる。お、いいね、いいね、いいね。たっぷりサービスするから、私と朝まで付き合わない。いくらでも出そう。3000円までならね。3079円しかないから。ドルネコさんは全く武器屋の鏡。自分で船を買って世界を回り伝説の武器を探すつもり。それは別にさ、鏡っていうか私利私欲じゃないか。完全に自分のためだろ。グーグー、ここは無理だよね。あれ、なんか幽霊みたいなやつがいる。なんだあいつは。この世界は幽霊が割と普通に現れるのかね。まあ、魔物がいるからね。幽霊の魔物みたいなのもいそうだし。そういや魂がいたしね、アッテムト鉱山に。じゃあちょっと武器と防具を覗いていこう。金の髪飾り。あー、コスパがいいな。買ってあげよう。まず自分55から65。でミネア。そう、これ女性用のね装備だからね。主人公女性にしてよかったな。割と女性優遇されてるから。1400円になってしまった。鋼の剣はもう買った。ここら辺は道具屋かな。運が悪いですな。少し前まで船も出ていた。あー、化け物が住み着いて船が出せなくなったってことね。ここは船のドック。新しい船を作ってる。今まで見たこともないような立派な船がもうすぐ完成する。この中にはなさそう。商人のやることはわからん。いくら船を作ったって灯台がおかしなことになって船は出せない。破壊する。15円。結構いっぱいあんな。ひたすら破壊する。破壊神ミカミックス、やったぜ。ちょっとちょっとどいてくんな。そんなとこに立たれちゃ荷物運びの邪魔ってもんだ。もう運ぶ荷物はない。俺が全部始末してやった。こっち何やってんだ。どなた様の船じゃろう。随分とお金がかかっているようじゃが。大きな船だ。いつ出来上がるんだろう。あ、船2つあるじゃん。右と左に。船の持ち主は誰かって。今忙しいんだ。そんなことは親方に聞いてくれ。どれ親方、こいつ
心配だ心配だ。この船はトルネコさんという人に頼まれて作っている。あの人はとんでもない無茶ですな。魔物のせいで船を出せないなら退治してきてやると言って一人で灯台に向かった。バカなやつだ。そのまま野垂れ死んでくれればいいものを。もうすぐ船が完成するというのにトルネコの旦那何をやってる。食われちまったんでなきゃいいけどな。もう食われていいよあいつは。船だけよこせ。よし、毒消しそう。トルネコって旦那は船が完成したら南に行きたい。ミントスの町には世界の海に詳しい人がいてすごい地図を持っているそうだ。これ全部トルネコが運び込んだやつかな。壺とか俺はパクってるけど、金も。なんでこんなさ樽の中に7円入れようと思ったの。もうすでに人が何人か。あ、これどうやって入るの。ここ、あ、ここか。聖水をゲット。タンスに聖水入れるか。水だぞ。だってこれトルネコって人は遥か西のエンドールの国から来た。妻も子供もいるだろうにご苦労なこったぜ。もっともそのくらいでなきゃ商売で成功するのは無理なんだろうな。トルネコはもうすでに妻も子供も捨ててきた。やつはそういう男だ。武器のためならば妻をも捨てる。妻の弁当も捨てる。子供はじっとしてない。え、乗れんの。乗れないでしょ。これ多分一般の船だよね。南のミントスに向かった船が最後に出た船。それはサントハイムの姫が乗っていた。俺はこの船の船長。そりゃ俺だって船を出したい。そういうものなんだ。すごいシステムだな、その灯台の邪悪な炎って。私船乗りになりたかったの。面かじいっぱい。ドラクエ7だっけ、船乗りの職業があるやつ。積み込んだ荷物が全部腐っちゃいますよ。まあ大体情報収集はしたかな。教会に誰もいねえし。夜にいた女の子どこ行ったんだ。これ言ってること変わるかな。変わんねえ。ばあさんがむしろいなくなってる。あ、多分あれか、この人か。でこの人が多分昼間、ああ昼間ここにいて夜は神父さんに口説かれてると。じゃあ灯台に行きますか。マジックバー減ってるっけ。灯台はボスがいたからね。マジックパワーをどう節約していくか。薬草は多分いっぱいあるから、回復はまた基本薬草でやっていこう。戦闘はただ AI に任せとか楽なんだよな。よし突っ込むぜ。うわーめんどくせえ。アローヒンプとかすげえギラ使いて。あーしまった、そういえばガンガンになってた。ゲーマーには結構食らうな。効率はいいよなやっぱり。12レベルいいね。上がり方がいいね。薬草使って回復させよう。さて灯台見えたね下に。うわーめんどくさい。これもめんどくさいな。作戦マーニャだっけ。やめれ。ヤミネアはバッチリにしよう。こうでしょ。やっぱイオだな。ここはイオだな。ゲッ杖バギとか言ってる。よし早い。ベホミとなれた。戦闘が終わったら回復するのに。いいよそういうことしなくて。やはり命令させろが一番無難だな。
かく薬草を使って回復させる。ベホイミっていくつ使うんだ、マジックパワー。ちょっと後で見てみよう。宝箱があるね。灯台、やはりちょっと暗いな。あ、なんかいる。おお、どなたか知らないがちょうどいいところへ来てくれました。この灯台に灯っている邪悪な炎を消すつもりでここまで来た。魔物たちが強くてこれ以上進めなかったんです。お願いです、私に代わって邪悪な炎を消してきてはくれませんか。まあ、しょうがない、言ってやるか。ありがたい。この灯台には少し前まで聖なる炎が灯っていました。その炎の種火が今でもこの灯台のどこかにあるそうです。え、まずそれを探さなきゃいけないの。聖なる種火を使えば邪悪な炎も消えるはず。まず聖なる種火を探すことです。もう一度言いましょうか。いいよ、うるせえやつだなこいつは。種火探して灯しゃいいんだろう。簡単なことだ。コドラ、いや、コドラだったらちょっとマジックパワー節約しようって思ったら、ミネアがまだバッチリ頑張れになってた。ちょっと待って、ちょっと待って、作戦命令。いや、やっぱレスポンスいいな、早い。こっから入れるか。金400円。あ、宝箱がある。守りの種、さまよう鎧、強そう。何、おお、硬いね。一旦で倒せないか。まあ、攻撃はね、マーニャがちょっと火力がないからね。右から見る、何にもない。左、宝箱。おお、小さなメダル。メタルスライムだー。メラ、殺せ。もう一、倒した、やった1350。マーニャだけか。いや、でも1350はでかい。階段があるな。ここはメタルスライムが出んのか。あ、また出た。殺せ、やった、殺せ。メタルスライム、だー、ダメだ。よし、1か。逃げ出した。2ターンはいてもらわないとね。あれ、階段がまたある。宝箱、行け。敵が出た、コドラ。聖水持ってればね、1は通るからね。みんな聖水持たしとくか、1個ずつ最低でも。3で殺せるんだったら一旦しのげば倒せるんじゃないか。聖水って今どんくらい入ってた。ミカミクサ持ってる。あと袋に何個あるかだな。1個だけか。大して手に入れてなかったんだな。まあ、買ってはないからね、そもそも。端の方から入っていくか。何、かわされた。げ、何こいつ、素早い。この宝箱怪しくない。全然怪しくも何ともなかった。くそ、こんな。げ、骸骨剣士。ここはちょっとベギラマ。いくつ、6か。結構使うね。いやー、遅い、ほん本当に遅い。マーニャがネギ生け、効かないとかあんのかよ。ってことは自分でギラ使おう。やばい、ルカナンとかほんと強えからな。オッケー。素早さの種みたいなのがあったらちょっとマーニャに使うか。先手でね、イオとかギラとか打てるとかなり楽だからな。真ん中から上がっていこう。魔法の聖水とかもバンバン使っていこう。あれ、なんだこいつ、ミニデーモンがいる。ドルネコはどうした。ドルネコがこの灯台に向かったと聞いたので待ち伏せて
食い殺してやろうと思ったのに、そうか、怖くなって港町に戻ったな。お前たちに用はない。港町まで行ってトルネコを食い殺してやるわ。え、頭をぶつけた。なんだこいつ。骸骨剣士。いや、マーニャーはちょっと全力で行こう。ベギナマ、いいね。いや、すげえ食らう。薬草、役立つな薬草、なんだかんだで。上の方に宝箱が見える。虎男、なんだこいつら。ギラ、バギ、ベギラマ、これで一掃する。よし、早い。虎男が遅いだけか。なんか大根見てんの、満月そうか。上に階段があるけど、いや本当にめんどくせえな。ギラ、バギ、ベギラマ、痛い。ほら、ギラでよかったか。そうするとベギラマもったいなかったな。ミネアとマーニャの先にミカミックスが上がった。リデミト、同じレベルになるのにだいぶ差があるな。お、これはクロスボウか。いらない、売って金にしよう。え、これ超怪しいんだけど。こんなさ、分かりやすいところにあるんだ。絶対取るじゃん、こんな道にあるんだったら。右上に階段があった。虎男、攻撃で倒そう。麻痺しろ。階段が2つ3つ、意味ねー。右、意味ねー。超騙された。ここか。お、ここっぽいね。なんかいたな。宝箱。お、なんだこれ。あ、金の髪飾りね。もう買っちゃったよ。ここはなんかボスだな。一応薬草で全回復にはしておこう。もったいないけど、いいや、万全の体勢でいこう。よし、燃えろ燃えろ。邪悪な炎の光で全ての船を沈めてしまえ。誰だ、ここまでやってくるとはバカな人間だ。ちょうどいい、炎の中に投げ込んで焚き付けにしてやるわ。炎の戦士、東大タイガー炎の戦士。いや、めんどくさい配列だな。まあ、まずは取り巻きだね。やっぱり大砲とかつくのかな。いいようだな。火の玉、あんまり食らわない。いいよ、よし、通るは通るな。オーケーオーケーオーケー。ちょっと右のやつ集中しよう。いいよ、これは弱いね。あー、マーニャタッチつくんだか。くそー、攻撃はちょっと強い。なんだ、大丈夫かな。ホイミでいいよね。いや、次ベホイミとないとこ。
倒したか。で、ミネアはちょっと回復に入ろう。ルカに。立ちつくんだ。うお、3人立ちつくんだ。来て。よし、73めっちゃ下がったな。何がベギラマ唱えちゃうかも。ゴリゴリいく。いやー強くらい。倒した。2220、結構経験値持ってんな。レベル16、魔法トラ。これで、え、どうすんの、使うの。どこにあるんだ聖なる種火は。な、誰が持ってたっけ。ない、こいつも持ってない。 あった。炎の中に投げ入れた。明るくなったね。邪悪な炎が消え、聖なる炎が輝き出した。よし、 OK。 このまま飛び降りげられない。いけるか。でルーラで帰ろう。コナンベリそしてトルネコが待っているはず。いた。よくやってくれました。邪悪な炎も消えて、ほら海もあんなに穏やかです。そして嬉しいことに私の船も完成しました。そこでお願いがあるのですが、実は私は魔物たちに恨まれているようなんです。でもあなた方のような強い人たちと一緒ならとても心強いでしょう。私も仲間にしてください。一緒に世界中を回ろうじゃありませんか。都合のいいやつだこいつは。馬車ですか。もちろん馬車も船に乗り込むことができますよ。さあ参りましょう。トルネコなんて船のおまけだ。袋の中に仲間の持ち物が追加された。トルネコ何持ってたっけ。まあ本当だったらね、トルネコで金稼いで大量に袋の中に入れとけば金には困らなくなるけどね。さあ南に行きましょう。南のミントスの町には海に詳しい老人がいて、すごい地図を持っているっていう話です。よし、じゃあ南に行く前に、まずは並び替え。トルネコ1人、あとはみんな馬車の中で待機。レベル8、鉄の槍持ってんじゃん。これ後で売ろう。お弁当まだ食ってなかったのこいつ。腐ってんだろもう。素早さの種何気にないな。在庫が鋼の剣9本。持たせてたわ。鋼の剣9本売ればかなり金は困らないぞ。これトネコ死んでていいよね別に。お前一人で7匹倒すんだ。完全にフルボッコだな。会心の一撃、一体倒したか。キュウソだな。キュウソ猫を噛むみたいな。あと一回使ったら死んだ。しょうがねえやつだ。じゃあ一掃してやるか。マーニャちょっと集中的に食らってんな。敵に囲まれたらこうやって倒すんだよデーブが。チッター見習え。と言っても棺桶の中じゃ何も聞こえないか。じゃあ町に入りましょう。あれこいつ死んでんじゃねえのかよ。ここはもしや、やっぱりそうだ、ミントスの町だ。あの商売の神様と言われるヒルターン老人のミントスだ。
突然ですが皆さん、これまでずっと一緒に旅をしてくれたこと本当に感謝しています。お前棺桶で寝てただけだろ。ミカビックさん、私もいずれは父の後を継ぎ立派な宿屋になるのが夢でした。そうなの？初めて聞いたんだけど。このミントスには商人たちに商売の神様と呼ばれるヒルタン老人がいます。私はヒルタン老人のもとで修行を積んでみたいですから、勝手なお願いとは十分分かっていますが、どうかミカミックスさん、ここで皆さんとお別れさせてください。お願いします。別にいいよ。皆さんのことは一生忘れません。信じる心の大切さも。元気でなパトリシア。お前はパトリシアをそんな簡単に見捨てんのか。商売をする者にとっては憧れのヒルタン老人がいる町。なるほどね。いらっしゃいませ。お泊まりはこちらでどうぞ。道具屋。道具屋は別にだよな。宿に泊まっている旅の神官が重い病に倒れた。伝説の薬草パデキアがあればきっと治る。武器の店。ハージャーの剣が売っている。3500円か。でも鋼の剣とさ、5しか変わらないんだよね。コスパ悪いな。コスパちょっと悪いな、ハージャの剣。まあ、ギラにはなるんだよね。ただまあいいや、いらない。鋼の鎧、これは結構上がる。買おう。すぐ持ち物がいっぱいになるな。これ金の髪飾りもある。あと鉄兜とか。鉄兜もまあ金あるから買おう。ミニアとマーニア遊びできないからね。金の髪飾りはだってみんな装備してるでしょ。じゃあ大丈夫だな。この中見てみよう。おお、光ってる。小さなメダルをゲット。猫。なんかちょっと重いんだけど、動作が。人がいっぱいいるからかな。守りの種。素早さの種が欲しい。いや、ヒルタン老人とこちょっと重くなるよ本当に。いやはや全くヒルタン老人の話はためになります。物ではなく心を売る。あ、ミカミックスさん、早速ヒルタン老人に商売の秘訣を教えてもらってるとこです。ふむふむ、商売は金のためではなくお客さんの笑顔のため。なんかもっともらしいことしか言ってねえな。ヒルタン老人は若い頃冒険家だった。いろんな宝物を手に入れてそれを元手に商売をして大成功を収めた。寝てんじゃねえかこいつ。私も商人の娘、商売の勉強しないとね。でも隣の人は一体何をしに来てるのかしら。ごもっともです。何、海に詳しい老人とはわしのことかじゃと。はい、バカ者、わしは海だけじゃなく世界のことに詳しい。人を訪ねるときはちゃんと調べてくるなら出直してまいれ。なんだとね。方法よくわかったな。わしは海だけじゃなく世界のことに詳しい。そなた少しは骨がありそうじゃな。どうじゃ、わしの試験を受けてみるか。は、受けよう。では問題じゃ。ちょっと待って。商売によって一番大切なことは何か。あ、むむ、あっぱれ。何も言わない。つまり沈黙は金なりじゃ。沈黙は金。分かってないんですけど。よし、そなたにこの宝の地図を使わそう。わしが若い頃手に入れたが、ついに記された秘密を解き明かすことができなかった。受け取るがよい。宝の地図をゲットした。そなたならな、その地図の秘密を解き明かすことができるかもしれんな。頑張るんじゃぞ。見れる？宝の地図。なんと世界地図に印が現れたようだ。あ、そうか、世界地図って上画面に出てんだよね。満月草。商売の神様っていうからどんな立派な人かと思ったらただのじいさん。そこの高台で講義をしているヒルタン老人。今でこそ大きな町になったミントスですが、昔は小さな村でした。宿屋の主ヒルタン老人がここに立派な宿を建ててから次第に旅人が集まるようになり、小さな村はいつしか大きな町となりました。すべてヒルタン老人のおかげです。お、メダル結構あるね。ここも入れるよね。私もヒルタン老人の試験を受けに来た。答えがわからない。そうか、こいつは何か言ったんだな。じゃあ、
僕もっと小さい時ひどい病気にかかった。でもソレッタ村のおじいちゃんがパデキアの根っこを持ってきて直してくれた。ウロコの盾もらっておこう。偉いでしょ、僕たちお家の手伝いをしているんだ。ウロコの盾が奪われたことは内緒にしておくんだよ。あとはじゃあ宿屋に行きますか。疲れた。全くヒルタン老人は人使いが荒い。やっぱり弟子入りしたの間違いだったか。いや、ブラックな匂いがするなこいつも。この大陸の東南の外れに薬草で有名なソレッタという小さな国があります。宿にいたお姫様にその話をしたら慌てて飛び出していきました。何もない。賢さの種か。素早さが欲しいんだよ、素早さが。おじじいと神官、お前らいつの間に蘇ったんだ。共に旅をする仲間がご覧のように重い病に伏せてしまった。我らの主人アリーナ姫がお一人で薬を取りに行かれたが、もう心配で心配で、見ず知らずのお主たちに頼むのも厚かましいが心ある方とお見受けした。どうかアリーナ姫を探し出し、姫様の手助けをしてやってはもらえぬか。はい、ありがたい。ではこのぐらいもお供させていただきますぞ。お前どうせレベル1だろ。ま、早急にまた死んでもらうけどね。まずね、新しく仲間になったやつは一人でどれくらいの力が出せるのかっていうのを試さなきゃいけないからね。行ってしまった。お前もレベル1だから何の役にも立たないけどね。ここはない。よし、じゃあちょっとブライの力試させてもらおうか。並び替え。あー、もう5人いるんだ。まあいいや。ちょっと待って、何飛びしてる。何も持ってない、道具を何も持ってない。ブライレベル1、ヒットポイント16。さあ来い、このブライの力見せてやろう。メタルスコーピオン絶対死ぬ。絶対無理だ。シャド一撃で死んだ。けこれさ、追加で攻撃食らうのかよ。とんだジジイだな。めんどくさい配置だね。またこれ普通に強そうだな。やばい、15食らう。うわってか何こいつは2回攻撃やばくね。マニが死んだ。これはガチでやばい。2回攻撃っていうのはいかれてんな。いや1回攻撃、あ2回攻撃だね。たまに2回攻撃でたまに1回攻撃か。いや2分の1くらい。今のは1回攻撃。マーニャ回復しとけばよかった。倒した、なんとか倒した。マーニャは生き返らせよ。あとの2人は知らん。ここヒルタン老人の近くマジで重くなる。260円か、結構高えな。いやでも260円で人が蘇るんだったら安いもんだよね。あれ、ヒットポイントは全開か。結構良心的だね。ザオリックを唱えてくれてんのか。そうするとというところで、じゃあブライが仲間になってもう死にましたけど、クリフトの病気を治すため次回はちょっとパデキアのね根っこを探しに行きたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。